はぁ、夜ごと世間を騒がせる貴族五右衛門、その鮮やかな手並みが語り継がれるように、五右衛門の名もまた密かに受け継がれていた。その男、三代目石川五右衛門、忍び込んだ城で恋に恋する姫君と運命の出会い、石川五右衛門、ただいま青春真っ只中。やるって決めたんだ。だった。斬撃ニトロが送る痛快青春エンターテイメント、 SP 水曜劇場に登場。ご期待ください。